暇な空白チャンネル。どうも、認知プロファイリング探偵暇空あかねです。助手のなるこです。望月磯子さんから被告準備書面がついに来ました。これまでの流れを整理すると、望月磯子さんの弁護士は超大物の弁護士で、反論をギリギリまで出さずに裁判長に対して争点の提案をしたりしていた。裁判官からは先に原告のこちらに最高裁の判例を踏まえて量刑可能性について主張しておいてと言われたので出した。国連機関の萌え論争とか出してくる弁護士との裁判に比べると進行速度はかなりゆっくりですね。名誉毀損裁判についてざっくり解説すると、望月磯子さんが暇空に対して名誉毀損をしたという裁判所の認定を得るには、1、言ってる相手は本当に暇空なのか、量刑可能性、2、言った内容は何なのか、事実の適視、3、言った内容で相手の社会的地位は下がったのか、名誉毀損、4、それは政府になる言い方なのか、違法性阻却事由、ざっとこの4つの争点があると言っていいよ。この辺は訴状とかを読んで実際の裁判の流れを見てみないと、リーガル経験のない人には分かりづらいかもですね。まあ私には経験ないんですけど。で、今回出てきた書面がこちら。どんな反論でした？まず、裁判所が指示した最高裁の判例については、法律用語で言うと、射程にない。つまり、この判例は、今回の裁判には使えないという主張をしてきたよ。ふむふむ。次に、最高裁の判例は使えないという前提条件の上で、望月磯子さんが発言した内容は、40代男性、中堅、若手の男性、元実業家、非常にお金はあるという方、彼のブログ、ツイッター、ブログ、YouTube しか述べてないから、暇空のことを言ったわけではないと視聴者は思う。と言ってるよ。発言をすごくぶつ切りにしてますね。こんなに単語だけ拾って考えたりはせず、普通に暇空あかねのことを言ってるなぁと思いましたが。まあそういう主張をするのも裁判においては自由だからね。これから争うところ、つまりは争点だね。これは暇空のことを言ってるとはわからないという争点を出してきたってわけ。そういう意味では確かにきちんと裁判官わからせゲームだと理解してる相手なんだなぁと思うところである。これが本来想像していた弁護士の仕事っぷりなんですが、国連機関の萌え論争とか出してくる弁護士もいるから新鮮さがありますね。僕としては、望月磯子さんが言った相手は僕のことだし、それはもちろん一般視聴者でも理解できる検索などすればすぐにわかると思う。本名とかを指さなければ、ラジオのような媒体を使って、記者である望月磯子さんが好き放題言っていい、なんてのがおかしいと思うよ。だから、この争点で争うことになる。やっと本物の裁判を見てる気がしますね。書面は4ページと、すごく量も少ないのですが、国連機関などを持ち出して萌え論争の話とかしてないからじゃない？なるほどですね。書面はノートで有料販売しています。リンクは概要欄にあるのでよろしくお願いします。 YouTube とノートの売り上げは探偵と助手で折半しています。個別の投げ銭は探偵はノートのサポート、助手は固定ツイートまでお願いします。それではまた次回お会いしましょう。